こんにちは、708の直屋です。今回は VDATS の場合はマシンの設定の仕方がマシン側でやる設定と管理ページからやる設定の2種類があるんですけど、今回はマシン側でやる設定の方の紹介をしたいと思います。では実際にやってみたいと思います。実際にマシン側でできる設定っていうのは、こちらの待機画面の右端の歯車マークをタップしてもらって、この状態でキーカードが VDATS を購入した場合だったりついてきたと思うんですけど、キーカードをタッチします。そうするとこちらの画面になります。はい、設定画面に入るとこのような画面になります。基本設定、詳細設定、アプリ情報という3項目に分かれているんですけど、アプリ情報っていうのはほとんど使わないですね。バージョンアップした時とかにここが変わるような感じです。基本的に使うのが基本設定と詳細設定になってます。で、基本設定の一番上、言語となってますが、こちらタップしてもらうと英語だったり、韓流だったりっていう風に、中国語とかっていう風に切り替わることができます。例えば日本だったら日本語に設定してください。で、ボリュームもタップするたびに 10% ずつ上がっていきます。なんでオフから 100% まであります。多分30とか40ぐらいがちょうどいいんじゃないかなと思います。ブルテン数設定っていうのが、ブルセパかファットブルかっていう設定になってます。で、レイヤー交代秒っていうのが、これがオートチェンジの時間ですね。うちは5秒で設定してありますけど、タップするためにこういうふうに触れます。オフから 1,3,5,7,11,15 というふうに変わります。アウトボード感度っていうのが、タップすると感度がどんどん良くなるっていう感じですね。150まで、オフから250までありますね。で、その下にコインセンサーがあります。隣の詳細設定をタップしてもらうと、発光スイッチっていうのが LED とスタンダードっていう光り方の切り替えになります。で、01の LED ナビのオンオフがここで設定するようになってます。投げ放題っていうのが、こちらはまた後で詳しいことは説明したいと思います。で、 QR コードログインですね。カードを通さなくても QR でカードを通すことができるっていう機能ですね。オンかオフとオートハンデ、こちら今オフになってるんですけど、オンになった状態だとカードレッティングが出てる人が対戦すると自動的にオートハンデがつく設定になってます。で、画面の明るさっていうのがあるんですけど、こちらボードの盤面の明るさじゃなくて、モニター側の明るさになります。で、セグメント点検っていうのが誤反応だったりセグメント交換した時に使う機能になっています。こちらはまた後で詳しい動画を撮りたいと思います。リターンダーツタイムっていうのが、あとアンスローですね。アンスロー何回までできるよっていうものになってます。3回、4回、9回から選べますね。で、続いてスタンバイタイムが5ミニッツってなってますけど、こちら投げずにマシンを放置しとくと5分で自動的に待機画面に戻るっていう機能になってます。こちらも1分、3分、5分、7分と切り替えができます。1分とか3分とか、ちょっとトイレに行ってる間にゲームキャンセルになったりとかっていうのもあるんで、この辺はお店の状況に合わせて設定してみてください。で、その下がレーティングチップ
禁止ゲーム会員ログインとなってるんですけど、まあ、禁止ゲームっていうのは、まあ、こちらも禁止ゲームを設定してできないものを設定しておいたりとかっていうのはできるんですけど、もう会員ログインっていうのがオンにするとカードを持ってないとプレイできないっていう状態になりますので、とまあこんな感じでマシン側で設定できるものはこのような形になってます。今回はマシン側でできる設定の説明をしたんですけど、まあ、フェニックスだったりライブって全部マシン側でコントロールすると思うんですけど、 VDATS の場合はマシンでできる設定と管理ページからやる設定が分かれています。で、まあ、主に管理ページからできるっていうのが、ラウンド設定とか料金設定っていうものは管理ページからやることができます。こちらも分からないことあれば聞いてもらえれば、動画なり LINE のビデオ通話を使って説明したりとかっていうこともできますので、気軽にご相談ください。では